みなさん聞こえてますか？みなさんこんばんは。こんばんは。ウェルカム。こんばんは。こんばんは。皆さんぜひコメント欄参加お願いします。お願いします。今日はアクシーズさんとのコラボでもないんですけど、コラボYouTube ライブをやらせていただいてるんですけど、先ほど18時からはインスタライブ、普通にやってるんですけど、今回は海外向けということで英語の訳が入っての配信になります。タジャーハオ、中国の方かな。英語の人。ちなみに皆さん日本人、今何時なんですかね。アメリカは何時なんだろう。朝。海外の方いますかって聞ける。Is they have global people or uncommon?なんかすごく難しい。あ、ロシア語かな。ロシア語と、あと可愛いっていう英語がありましたね。すごい。海外の方いますかね。でも私の方は日本人が多い気がする。いさこさん、ライブに来れるなんて感激、ありがとうございます。こっちは見れない。Is any global? コメントが来ない。皆さん結構集まってはきてます。あ、かわいい。中国の方かな。お、中国の方もありがとうございます。タジャハオ、おしゅちむめシャツ、かわいい、ありがとうございます。卵ご飯納豆さん名前が面白いんですけどすごい。なみなみちゃん、こんばんは。ではそろそろ集まってきましたので始めていきましょうか。近くで大きめの声で。 Thank you everybody for attending today's special live eventPlease be patient. We will be starting soon. So let's get started. Thank you for watching this special collaboration on YouTube Live with Misako Aoki and Axie's Fun Kawaii. During this broadcast, we would like to talk with Misako Aoki, who worked as a model.For the latest Kawaii collection and talk with her about the following topics: summer in Japan and recommended hairstyle using hair accessories. Then Miss Misako Aoki will introduce herself. At the end of the presentation, we will also give out special coupon information, so please stay with us until the end.最後までお楽しみください。じゃあまず自己紹介から振ってあげてくれる。 So she will gonna do start、self introduce。 皆さんこんばんは。ロリータモデルとナースの仕事をしてます青木美沙子です。今日はよろしくお願いします。 She's a model and、she'sMisako Aoki, thank you. Let's begin right away with Miss Misako Aoki. Miss Aoki, what do you think of when you think of summer in Japan? はい、ということで、夏の、
いいですよね、はい、日本の夏について、日本の夏についてお話ししたいと思います。お題でトークショーをさせていただいております。で、私の夏のイメージは花火大会に浴衣で行くことです。She's very like close her in her summer vacation in Japan is wearing yukata to summer festival. Yukata がおすすめですかね。そうですね。あのアクシーズさんでも以前yukataが出ていたと思うんですけど、そういう浴衣を着てお祭りとか花火大会に行くのは結構日本のこう夏の楽しみみたいな感じで、私は夏の楽しみにしてます。 Last year, Axie's firm produced a yukata and she likes to go to summer vacation like fireworks with wearing yukata and that's her one hobbies andfun event in this year too. 皆さんどこの国が多いんですかね。なんかアメリカも私結構行ったことがあるんですけど、夏は結構ジャパンエキスポ系のアニメエキスポとか結構あるんですよね、イベントが。夏に結構そういう日本のカルチャーを紹介するイベントだったり、アニメ漫画のイベントとかもあってよく行ってましたね。ロスとかロサンゼルスとかテキサスの方も行ってましたし、結構この間もニュースになってたんですけど、フランスのジャパンエキスポがまた再開したとかってニュースになってたので、またイベント行きたいです。She likes Japan Expo about Japanese culture like anime and manga. And last news, the French start doing Japan Expo again, so she's very excited about it. And Japan Expo is very famous in the world.どこの国が多いんだろう、わかんない。日本の方が多いですよね。英会話の勉強になっちゃってる感じですか。どこの国が多い。Is which country is the most popular in this comment? If it's okay, tell us.Festival and firework displays are my favorite place to visit during the summer vacation too. あ、オーストラリアと中国に行ったことがあります。ドイツとスイスに行きました。あ、皆さん結構海外旅行でいろんな国に行かれてますね。すごいですね。すごい。日本のお祭りとかやっぱり花火は皆さんお好きですって。なんか今年はちょっとなんかコロナ増えてますけど、やりそうなところもあるので見たいですよね。シンガポールに行きました。梨紗子さんのお祭りで好きな食べ物はありますか。私あのあんず飴でしたっけ。あれそれ英語でなんて言うんですか。あんず飴、なんか酸っぱいすももにこう、あれあんず飴ですよね。水飴がこうかかったやつが200円ぐらいでお祭りで売ってるんですけど、はい、梅干しのような酸っぱいやつが好きです。あとかき氷とかも好きです。あんず飴 mean a candy curded fruit on a stick and it's her favorite food and summer festival and she likes shave ice and Japanese shave ice is using a syrup like 30% not out of colors like they have red or blue and かき氷ですね。皆さんは夏に食べたいものはありますか。台湾のかき氷美味しいです。確かに
どんなの？どんなんでしょうね。違うんですかね。なんかすごいボリュームある感じかな。なんかマンゴーとかのソースがめっちゃ大盛りみたいな。大盛りみたいなだった気がするんですけどね。あんず飴食べたことないです。食べてみたいです。お祭りは焼きそば。あ、確かにたこ焼きとかね、焼きそばにの匂いでね、買っちゃいますね。屋台がスイカ、ベトナム、香港、アメリカ、トルコ、韓国。あー、すごいいっぱい行ったことありますね。マンゴーとかめちゃくちゃフルーティーらしいです。台湾かき氷。え、アメリカだと何を食べる？アメリカの人かどうか分かんない。アメリカハンバーガーってイメージがあるなんかインアウトバーガーっていうなんかハンバーガー屋さんありますよね。有名なハンバーガー屋さんが。あんず飴美味しいですよ。同じで嬉しいです。あ、リンゴ飴もありますね。リンゴ飴、イギリスで間違えて4万のアフタヌーンティーをしました。え、でも私もイギリスで2万円するアフタヌーンティー食べましたね。すごい。そう、値段結構高いですよね、ああいうこう。あとちゃんと、なんていうの、背広じゃなきゃいけないとか、結構ドレスコードもあった気がします。フリルのリボンブラウスめちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。これも後ほどご紹介します。もし海外の方がいらっしゃったら英語でメッセージめちゃめちゃ日本語が多いですね。ルゼビラアフタヌーンティーしてきます。あ、そうそうそう、あ、軽井沢にね、私のおすすめのアフタヌーンティーのお店があって、そこに行かれたという話ですね。ワインレッドでおすすめの服。あ、ワインレッドだとこのアクシーズさんの今出ているこの色がおすすめです。私ちなみにこれはこの色を買いました。この黄色。皆さんは気になる今日のね、ちょっとインスタライブと被っちゃうんですけど、ワインレッドス最初に言ったアフタヌーンティー、覚えてないけど多分ヒルトンのヒルトン東京のアフタヌーンティーに最初にいたと思う。あ、コメントで I love wine red って言ってください。あ、 I love wine red Thank you so much。 このアンティークな空間がとても素敵。こちらはですね、銀座にあるアクシーズさんの銀座ラボにあるんですけど、皆さんもね入れるんですよ。実はあの土日やってるんでしたっけ。土曜日は空いてるそうなので、はい、あのホームページとかチェックしていただくと皆さんも入れる空間なので、ぜひいらしてください。1階がねスターバックスそうです。おしゃれスタバはあります。ラボ行きたいです。ぜひいらしてください。すごいね、空間素敵なんですよ。シャンデリアがねいっぱい飾られていてすごく素敵ですよ。次行きますか。さっき初脱愛です。対策。確かに。Thank you for those really interesting. ロリータの暑さ対策ってありますかっていう。ああ、is they have Lolita not for be too much sweaty for some tutorials? ロリータの暑さ対策なんですけど、まあ一番私的にはなんですけど、まあ、今日はね秋冬物を着てるのでれなんですけど、こういうワンピース、ブラウスとジャンスカー合わせじゃなくてワンピースだと1枚で着れるので、夏はもうほぼほぼ毎日ワンピース着てます。In summer she's so many time using like blue colors because blue is looks like ice, like looks coolest. So she
using so many time blue colors. あとはパニエですかね。パニエがちょっと厚いのでちょっと薄いパニエにしたり、パニエを履かないでお出かけしたりとかもします。And sometimes she's not wearing pannier or doing more small pannier for go to outside because it gets sweaty when she walking outside. 質問が来ております。Do you have a favorite dress from Axie's Farm? 好きな Axie's Farm のお洋服ありますか？持ってるやつですね。最近出たやつ、あのクマちゃんのやつ。ただちょっとベアーなんちゃら、ベアーズベーカリー、ベアーズベーカリー。 She's wearing Bear's Bakery series and Axie's Farm Kawaii. ありがとうございます。じゃあ次の新作紹介いきましょうね。Thank you for those really interesting thoughts about Japan's summer and answering question. We will be looking forward to the season. Let's move to the next segment. Axie's Farm Kawaii's new collection called Classic Bouquet Series is now on sale. We have jumpers, skirt, jacket, andblouse to complete our four-piece collection. As you can see, Miss Misaki Aoki is wearing your latest series. 今ちょうど来てくださってるのが新作のコレクションになります。じゃん、三色展開です。じゃん、かわいい。私が着ているのがピンクベージュっていうんですかね。ピンクベージュ的な色と、そうですね、あと黒。結構インスタライブの反応は黒が良かった気がします、うん、黒とあと紫はこの中にこうチュールのね、ドットチュールがこう重なってるんですけど、それが結構目立つのでこれも可愛い。もう秋色ですね。Now she's wearing pink beige, and they have three types of color. Black, she was wearing an Insta Live and it was very popular. And one more color is good at looking at you and is very good for autumn. 皆さんは何色が好きですか？Which color like?ラフォーレ原宿で新作のラベンダーとジャンスカと黒のブラウス買いました。お、もう買ってる人がいる。早いですね。ちなみに青木さんはどちらの色がお好きですか？私はですね、ピンクが好きなので、この今着ているこちらのカラーが一番好きなんですけど、紫が好きです。明るいカラーが青木さんと一緒ですね。一緒ですね。ベージュが好きです。明るいカラーが人気ですね。あ、But all look nice。全部。全部いい。でも大人っぽくも着れるのでね。ブラウスも実は3色展開です。こちら黒と紫と白。The blouse have three colors too. They have black and purple and white. 紫かわいい。ね、珍しいですね。ちょっと光沢がある感じなので。でも襟もレースがついた丸襟なので、結構何でも合わせやすいブラウスかなと思います。こちらのね、リボンは取り外しがこうできるんで、なしでも可愛いんですよ、これ。なしだと結構すっきり。このリボンが目立ちますよね。こう別鎮のリボンになってるんですけど。可愛い。可愛い。ブラウスは結構使
使えるブラウスです。何にでも合わせやすそうですね。ですね。さっきもブラウスもう買ったって方もいらっしゃったので、ねえ、早いですね。もう一つ、はい、スカートとスカートも見ます。じゃあちょっと生地感がね違うんですよね。画面でわかるかな。ちょっと画面だとわかりにくい、わかりにくいかも。これとこれで合わせる。こっちがなんてジャガードっていうんですかね。あ、はい、ジャガード系。生地に上からプリントしてる感じ。こっちはね、普通にツルツルの生地にプリントなので、ちょっとジャガードの方が高級感があるというか、うん、重厚感はあるかもしれないですね。冬っぽい。ちょっと下のところもフリルになってて、後ろがゴムになってます。後ろがゴムですね。でこの後ろのリボンは取り外しができるタイプになってます。The skirt, the materials, the two color is different, and white color is the down they have frills and ribbon can take off, and maybe white is more little bit winter and black is good for autumn. おっしゃってますね。色が可愛いです。三色展開。It's so cute。黒です。ブラックです。バッカロー。And?これはピンク?ベージュですか?ベージュ。と、パープル。アイス。の三色展開。こちらもね、スカートと同じ生地です。セットアップ風に着れますね。ジャケット have three color too: black, beige, purple, and it's the same materials to skirt. これで着てもこう可愛い。ジャケット若干丈がこう短めなんですね。短め。なので、このジャンスカと合わせて。ありがとうございます。これさっきインスタライブでこの着方してないので、お、初出しこう、ね、もう20時から販売スタートしてるんですよね。はい、もう皆さんオンラインをチェックしてくださってる方いらっしゃいます。 So cute with your jacket。 ジャケット合わせが好評です。価格なのであれですね、スカートも、はい、着れますかね。Okay, the rest of Misako wears a leather styling. Please changing outfits. 何？皆さん 何色着てほしいですか？ジャケットとスカートを着ていただこうと思います。黒か紫、何色がいいですか？皆さんどっちを私はこれから着たらいいですか？何色がいいですか？コメント来てる？紫。黒。あ、そうそう、紫だ。紫。こちらブラック。
今紫が優勢かな。パープル紫。紫。紫。どっちも可愛い。悩む。紫が私のは紫が多いですね。紫が多い。どっちだろう。紫ですね。皆さん人気のじゃあ紫を。紫は中は黒ですか。黒でいきましょう。はい。じゃ黒。黒で。でスカートも紫でセットアップで。はい。行きたいと思います。お願いします。もし皆さん質問などを聞きたいことあれば、この間にぜひコメント欄にご記入ください。大木さんに聞いてみたいことでも何でも構いません。両方来てほしいというコメントも来てるそうです。両方ただ今日でもインスタライブでは来てますので、ぜひ皆さん、はい、インスタライブでは全色着用いただいてますので、黒と紫は皆さんやっぱり迷われてますね。みさこさん、アクシーズファムの服も可愛いとコメントが来ております。お、そろそろ着替えが終わられましたかね。じゃあ皆さんの投票が多かった紫を着ていただきました。青木さん大丈夫ですか。あ、質問が1個来てます。みさこさんはロリータの中で好きなテイストってあったりしますかと来てます。好きなテイスト、クラシカルロリータが好きです。 She likes classical Lolita. OK OK, changing outfits. OK, チャラーン。紫に着替えていただきました。どうでしょうか、皆さんいかがですか。スカートとジャケットのセットアップになってます。かわいい色は紫。紫、皆さんいかがでしょう。紫にクラシカルロリータ最高です。最高です。すごい。お、ラブリーってきてます。 Thank you。 かわいい。大人っぽくておしゃれですね、うん、そうですよね。なんか入学式とかにも行ける気がする。なんかそういうちょっとしたなんだろう、清掃の時でも着れそうな感じのジャケット。確かに普通に別にまあ冬とかでもいいです、秋冬でもいいですけど、春先でも全然着れるくらいの感じ。可愛すぎる。ありがとうございます。このはい、どうぞどうぞ。The clothes can wear an entrance ceremony for school too, andfall to winter, and sometime the spring can wear it too.
です。お、来てます。クラロリさんにこちらのお洋服いかがですか？ね、合いますよね。かわいい。かわいい。全身が見えないのかな、横なので、こっち見えてます？今ね、スカートのギリギリぐらいまで。ギリギリぐらい。はい。ちょっと見えてないんでごめんなさい。インスタライブ見てください。リボンが黒なのも可愛い。ここ可愛いですよね。これもね、取り外しができるんですよ。なのでちょっとシンプルに使いたければこういう風に取り外しても可愛い。襟もね、出しても出さなくても可愛いです。ジャケットの中に入れても可愛いですよ。もう丈の短さがすごくおしゃれで、ロリータのこういうね、それこそ先ほども合わせてた通り、こういうジャンスカーに合わせても可愛いですよね。で、後ろがね、シャーリングになってるのでかなりサイズ調整もいけるので、ゆったり着れますね。スカートはいかがですか？スカートも、あの後ろがこのシャーリングに、シャーリングっていうんですか、ゴムに、ゴムになってるのですごく着やすくてサイズ調整しやすい。The ribbon can take off and put it, so sometimes it can change to simple, and some clothes can hide to under the jacket. So, and the jacket, the longest is very good for Lolita, and it can coordinate to sharing too. And sharing is using gum, so it's easy to wear it and fit. It's comfortable.フォーマルでもいけそうですね。スカートとブラウスだけっていう、確かに組み合わせもどうですか？かわいい、かわいい。アイドルっぽい。すごい使いやすそうですね。うん、使いやすそう。大人っぽく見える。確かに色がね、落ち着いたお色です。本当にでも珍しいお色で。うん、かわいい。かわいいです。ボタンもパールになってて可愛いんですよ。こちらもパール。可愛い。The button is the button is made of pearl and the color and is not too much colorful, so it's really good to wear it. I can't choose a color brush to buy.お色が選べないとおっしゃってくださってます。どうなんでしょうね。日本では何が人気なんですか？日本今何が売れてるんでしょう。なんかさっきのインスタライブの反応だと結構黒を、皆さん黒なイメージだったんですけど、ただまだね、販売スタートしたばっかりなのでちょっとわからない。黒が人気かもしれないですね。でもあの表紙の写真はこの色なんだよね。あのさっき明るい、明るい紫、一番明るい、あ、紫じゃない、ピンク、ベージュの色の方なので、もしかしたらこれも人気かも、人気かもしれない。ありがとうございます。あ、落ちれました。落ちれました。ラベンダーのジャンスか、落ちれました。よかった。ありがとうございます。アクシーさん、完売するの早いのでね。ね、はい、じゃあそろそろ次のトークショーに移りましょうか。Thank you for talking. Be sure to check these new items on Axie's from Kawaii's Global Shop. So let's move on to our next topic,
Would you like to talk with Miss Misako Aoki about her recommended hairstyles with accessories? はい、では次はヘアアクセサリーを使ったアレンジ方法について、美佐子さん、はい、お話しいただいてもよろしいですか。じゃあ今回はですね、よく私がやっている白雪姫ちゃん三つ編みをやりたいと思うんですけど、アクシーズさんで今販売されているこちらのカチューシャを使ってヘアアレンジをしたいと思います。We are gonna do a braid hair arrange. The image is Snow White, and hair bands is Sailing and Axis Farm. まず三つ編みをします。映ってます？こっち。あ、映ってます。三つ編みをします。これは雨の日とか。今日みたいに暑い日でも使える髪型なので、ぜひ。This braid is good for rain day, or like today's hot day is good for styling. 三つ編みをしましたらゴムで留めます。When she finished the braids, she will gonna tie by hair gums. 左右同じようにやりますね。Make same like left side with two right hairstyle. え、もう完売ですか？早いって。何が完売しちゃったんですか？何が完売したんだろう。私たちは、ね、全くその完売情報とか知らない。ライブやってやりながらなので。ひたすらライブやって、何が完売しちゃったんですか？早くないですか？何が完売したんだろう。知らなかったです。皆さんの方が詳しいかも。詳しいかもしれない。でもまだ発売して30分ぐらい。8時からなので30分ぐらいです。早い。はい、ということでゴム結びます。このポイントなんですけど、なるべくギリギリ髪の毛ギリギリまで三つ編みしてください。こんな感じ、こんな感じ、先まで。 The very important point is theMaking braids to end of the hairstyle, like don't make some space in hair, so it will be perfect. はい、ではピンね、よくあるピン、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 ピンを、まあ、これをね、こう上にこう持っていくんです。で、ここにね。ピンで止めます。ただそれだけっていう。めっちゃ簡単。こっちも同じです。見えてます？見えてます。Put to the top the two braids to the head and stop withtwo pins and only that gonna be finish the hair arrange style. でですね、先ほどのこのアクシーズさんのつけます。 and put on the hair bands the axis firm. どうですか、白雪姫ちゃん風。ふう、かわいい。Like a snow white. 結構あのこうロリータ、マクシーズの可愛いラインもそうなんですけど、こう首周りにあのレースがいっぱいついてるデザインのものが多いと思うので、そういう時はこうアップスタイルにするとこのあれあの首周りとかのレースが見えて可愛いです。
the point of clothing with this hair orange, use the rays to upside, and it's gonna be up and looks matching with top hair bands.5分ぐらいでできますから、もし朝寝坊して時間がないっていう時はこの髪型おすすめ。あっという間にできちゃいますね。あっという間です。If you sleep long too much and if you have to be quickly, this hairstyle will matching this.続いてもう一ついっちゃいましょうか。はい、もう一ついきます。三つ編みをほどきました。次はちょっと白雪姫ではなくてラプンツェルいきます。 Next hair orange image is Rapunzel。 ラプンツェルすごいなんか強そうですよね英語の発音のラプンツェル。髪をですね、全部こっち側に全部の髪をどっちでもいいです、左右どちらで持ってきて、で三つ編みをします。 Take left or right side out of hairs and make a one braid。 私ちょっと毛量が多いのですごいことになる。憧れの髪型、なんかパールとかね、こう刺しても可愛いですよね。よりプリンセス味が増しますね。With using pearls, it looks more princess。で、これだけだとちょっとダサいので、これをこういう風にね、出しますよ。こういう風に崩すんですね。崩した方が。絶対可愛いプリンセス感出ますね。Only braids doesn't look so much cute, so make more orange, like pull up the side hairs and make more rough and looks more princess. あとはこう自分で調節して、ちょっと上の方も取り出したりとかして、まあ、鏡を見ながらアレンジして、ただ出すだけですね。こう引っ張るだけ。ちょっとしたものを引っ張っていくっていう。Looking with mirror and its way is just only one, like pulling up the size. こんな感じでちょっと出しました。で、これもアクシーズさんのリボンバレッタ。後ろはこういう感じになってます。こちらをこのね、ゴムの部分隠したいのでゴムの部分にこうつけます。で完成。 She want to hide the gum part, so using an excess foam ribbon clips on the end of the side and it's finished. どうですか。こちらも簡単ですね、すごく。はい、めちゃくちゃ簡単です。あと結構夏は髪の毛暑いじゃないですか、首とかあと顔にまとわりつくと、あと結局せっかく巻いても汗とか湿気で取れちゃうこと多いと思うんで、こういう三つ編みヘアはすごく夏におすすめです。 In the summer it's hot and if you use a rolling to hair but sometime the switch gonnaTake off the hairstyle, so the braid style is most fitting to the summer. 暑さ対策にもバッチリという感じの、はい、かわいいです。お出かけにぴったりですね。髪型。皆さんどうですか？できそうですか？簡単なので三つ編みさえできれば絶対できると思います。
から三つ編みの練習をしていただいて。編み込みできないという方は結構ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、三つ編みなら確かに簡単にできそうです。お出かけしたくなりますね。本当ですね。ディズニー行きたいですね。ぜひぜひ。暑いです結構ね今これから暑いですが、暑い時期ですけどディズニー行きたいです。あ、同じような髪型してますっていう方もいらっしゃいます。ぜひサンリオも行きたい。確かに。そう、なんかラボの近くに、はい、あのサンリオありますよね。あ、めちゃくちゃ大きいサンリオがあるんですよ。大きなサンリオが。皆さんもぜひぜひぜひ銀座にいらっしゃる際は行ってみてください。行ってみてください、サンリオ。いつも美咲さんのヘアアレンジの紹介動画が好きで真似してますと。ああ、ありがとうございます。Thank you very much. If you have the chance, please give Restyles a try. はい、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後のコーナーですかね。はい、The final part of our show is the special Q&A time with Ms. Misako Aoki.If you have any questions about our new items or anything else about Misako Aoki, please feel free to ask now. はい、ぜひ皆さん、Aokiさんに聞きたいことであったりとか、新作アイテム気になるところあれば、皆さんコメント欄で全然質問ください。あとね、残り5分、はい、10分で終わっちゃうので、ピンクの次は何色が好きですか？赤ですね。ボルドーとか赤が好きです。あ、アクシーズファームとコラボしてほしいです。ありがとうございます。そう、ま、あ、一回やったんですよね、ケラのやつで、はい、7年前ぐらいに一回やりました。結構前ですね。あの時もボルドーのドレスでしたよね。そうですね、ボルドーとブルーっぽい、はい、またやりたいです。皆さん質問ありますか？Is there any question? ぜひ自由に皆さん。最近買ったお洋服はね、これです。お、黄色。私これで黒の小物と合わせようと思ってこちらを買いました。こちらね、 V になっているのですごくね、首が涼しいんですよ。あ、すごい質問あったのにめっちゃ飛ばしてる。今何が食べたいですか？今ソフトクリームが食べたいです。こちらも質問来てます。はい、なんか中華街に行くときとかは花ロリ、中華ロリータで、それこそ浅草とかお祭りとか初詣とかそういうところ、まあ、夏祭りとかは和ロリとかもすごく合うのでシーンに合わせてやります。はい、今回のシリーズを着てお出かけしたい先はありますか？でもやっぱりローズガーデンみたいなところとか、お花モチーフなんですけど、お花がローズの感じなのでローズガーデンと、あとアフタヌーンティー、ちょっと夏暑いので、ね、外はちょっと行きたいです。このシルバーで、このシリーズを着て行きたいところ。Where do you want to go with these clothes? アクシーズもワロリも、ん？でもなんか花ロリっぽいの出てましたよね。なんか中華。あ、中華の、そうですね。中華っぽいのは出てます。ね、あれで中華街とか行きたいですよね。
Do you wear Lolita fashion every day? 毎日ロリータファッション着てますか？着てます。着てます。She wear Lolita fashion every day. ブルーのワンピース見せていただけますか？ブルーのワンピースってどれだろう？これかな？それとも、これか。はい、こちらですか。こちらもあの、インスタライブでね、アクシーさん、インスタライブで着てるので、よかったらアーカイブ残ってるので見てください。ぜひぜひ。さっき質問してくださった方が、Amazing, thank you! とのことです。Thank you so much!アクシーズからもワロリを待ってますという方もいらっしゃいますね、うんうん、まだ和は出てないです。和は出てないですね。出てないです。そういえば私のクローゼット 85% がアクシーズです。子供のクローゼット 80% がアクシーズです。あ、かわいい。そうですね、親子でアクシーズできますもんね。子供服があるから。そうなんです。羨ましい。161人見てる。お、すごい。インスタライブよりも見てる数が多いんですけど、どういうことでしょう。皆さん集まってきてくださってます。あ、勉強になります。ラプンツェルヘア。あ、ミッフィー、コラボ出てますよね。出ました。かわいい。あれも親子で着れる。あれも親子で着ていただけます。そうそう、ミッフィーちゃんとコラボしてるのでぜひ見てください。はい、おカバンがすごい可愛くて完売しちゃいました。あ、早かったお、マリアンヌシリーズはカタログでオールきなりの美佐子さんが可愛くてオールきなりで買いましたとのことです。マリアンヌシリーズ、これか。あ、それの一個前のやつですね。あの、グリーンとかがあったやつ。出てくるかな。インスタよりも YouTube の方が見る人多いんだ。そうなんですか。どういうことでしょう。皆さんどっちが見やすいんでしょう。ね、どっちが見やすいんでしょう。アクシーズさん、小物を増やしてください。小物を増やしてください。お、どういった小物だろう。カチューシャとか。カチューシャとかアクセサリーもね、一応出てるんですけどね、この辺が、うんうん、じゃあちょっと検討しましょうか。あ、ごめんなさい、シャルロットの間違いです。シャルロットシリーズなのでさ、やっぱり先ほどのあれ。あ、シャルロットちゃん、まあ、きなりを全部揃えたそうです。あ、これですね。私もきなり買いました。可愛いですよね、これ。可愛い。珍しい色なんですね、このからし色みたいな。黄色なんだけどからし色みたいな。美女と野獣っぽくないですか。バウンドコーデができちゃいそうですね。へー。インスタも YouTube も見ていますとのことですね。ありがとうございます。ピンクの小物を増やしてほしい。ピンクの小物。あ、あります。ハローフロムロシア。ロシア。おお。YouTube だと通知が来るので。あ、そういうことか。なるほど。175人見て、そっち何人見てるんですか。こちら今27名です。へえ。そう、私突然に唐突にやってるんですけど。小物、頭につけるバレットとかも欲しいです。こちらにも来てます。ヘアアクセですね、やっぱり。結構確かにロリータブランドさん、頭も一緒になんかセットで出るから。確かにきっとそういうのもある。でもね、こちらはどのシリーズにも合うので、今販売中のこのリボンが住所もおすすめですよ。
I also prefer Instagram. It's easier to watch on the phone, but I usually miss the timing. 携帯ではそのインスタの方が見やすいんですけど、時間をどうしても逃してしまう。だからやっぱり通知があると皆さん見やすいのかもしれないですね。なるほど。ジャケットが欲しい。髪型可愛いです。リボンが可愛い。これマークシーズさんのです。皆さんじゃあヘッドドレスが欲しいですとか、クリップが多いですね皆さん。うんうんうん、頭物ぜひじゃあ検討しましょう。はい。大丈夫ですかね。ちょっとそろそろお時間なので。あっという間に1時間。はい。1時間なのでちょっと。Thank you for the all the question. While there are many questions remaining, I'm afraid that's all the time we have for today. はい。じゃあちょっとお時間もございますので、こちらで質問コーナー締め切らせていただきます。ありがとうございます。では最後にお得なお知らせの情報ですかね。はい。Finally, we would like to announce a special campaign deal that's available right now from Axie's Farm in commemoration of this new release and collaboration live event. We will be offering a free shipping coupon that can be used at a global online global shop. This offer will be available until the end of the day on July 21st in Japan. はい、大丈夫です。アクシーズファームグローバルの、ショップの方でこちらのクーポンコード、入力いただくと24日まで送料無料で、ご購入いただけます。こちらのクーポンちょっとアクシーズファームグローバルの方でののみの使用とさせていただいておりますので、アクシーズファームの公式オンラインショップの方では申し訳ございません。ちょっと使用ができなくなってるんですけれども、ぜひ海外の皆様ご覧であれば、はい、ご利用くださいませ。こちら後さ、This YouTube live can see after this on live on YouTube. So, please check the website and Axie's Farm. Thank you. アーカイブにも残させていただきます。はい。ありがとうございます。はい。ではこちらで本日の YouTube。すごい、なんか不思議な感覚というか。楽しかったです。なんかいつもは本当にインスタライブは割とお洋服初回っていう感じなんですけど、今回は髪型のアレンジとか夏のなんか季節的なお話ができて、トークショーもできたので、またやりたいなと思います。Today was first time a global video on Axie's Farm live, and it was very special experience to her, and she was gonna do more in this brand. またやっていければなと思います。Thank you everybody for watching and listening today.Ms. Misako Aoki, thank you very much for your time today. Until next time, see you then. See you. ありがとうございました。またぜひコラボ YouTube お待ちください。